さんこんにちは、田中ひなです。今日はですね、動画の撮影だったりとか、ちょっと買いたいものとか銀行に行ったりとかいろいろしなきゃいけないので、その1日の様子をちょっと動画に撮っていこうかなと思います。プラス今日は先ほどのね、スキンケアのシーンでもご紹介したこちらですね、アベールのクリナースエクスペールエマルジョン、こちらがですね、乳液になっていて、テカリをケアしてくれたりとか、化粧崩れをしにくくしてくれるっていうアイテムになっているので、今日一日こちらもうメイクの前に実際に使用させていただいたんですが、その様子も皆さんにお伝えしていこうかなと思います。ちなみに今使ってみた個人の感想としては、保湿感があるんですが、サラッとしていてスベスベになりますね。私パウダーとかファンデーションとかもしないんですけど、それでもね、このスベスベ感っていうのは本当にこの暑い時期とかにも特にいいなって思います。はい、ではちょっと今からは、お洋服の動画の撮影とかっていうのをやろうかなと思っているので、いろいろと準備をやっていこうと思います。まだねパジャマなのでとりあえずお着替えしようと思います。今からは購入品の動画と、あとちょっとコーディネートをね、洋服着たりとかする動画を撮りたいなと思っていて、これ前に質問にいただいてたんですけど、あのコーディネートの動画を撮るときにあらかじめ洋服を決めて動画を撮るのか、それともその場で決めているんですかって質問いただいていたんですけど、昔はねもうその場で考えてやっていたんですよ。けどそれだとやっぱどうしても時間がかかっちゃうなとかっていうのが、だんだんとねやり始めてきて分かったので、最近はこれまあいろいろノートなんですけど、いろんななんか動画のネタ書いたりとかいろいろなんか書いたりするねノートなんですけど、これにあらかじめどういったコーディネートをするのかとか、洋服の組み合わせとかっていうのを書きます。まあすごい簡単なんですけど、まあ、ざーっと頭の中でこう想像しているものとかっていうのをとりあえずノートにダダダッと書いていったりとか、あ、この洋服を着たいなっていうのをとりあえずバーッと書いていきます。見えるかな、ちょっと字があんまり汚いのであれなんですけど、とりあえずこうずらずらっと、まだここは決めてないんですけど、履きたいのとかを先に優先的に書いたりとかしてますね、いつも。はい、やっぱ書いてる方が時間がスムーズにいくなっていうことを気づいたので、そうやっていつもやってます。あとはなんかまあインスタとかをね、いろいろ参考にしながら、あ、この組み合わせいい感じかもしれないとか見てますね。いろいろコーディネートの方の組み合わせとかも考えれたので、今から、購入品の動画と洋服の撮影をやろうと思います。はい、ということで今コーディネートの撮影と購入品の動画の撮影が終わりました。今ねもうちょっと本当に撮った直前にビデオを回しているので格好が全然さっきと違うんですけども、今からはちょっと買いたいものがあったりとか、まあ、最初にも言った通り銀行に行ったり郵便局に行ったりとかいろいろしなきゃいけないので、また元のお洋服に一旦着替えてから、出かけてこようと思います。まあ、特にいろいろ持っていかないでいいかなと思っているので、今日使ったリップだけでいいかな、別にお直しは。はい、だけ入れて、あとはまあお財布入れたり免許証入れたりとか、携帯かなとがあれば
どうにかなるので、とりあえず出かけてこようと思います。はい、ということでいろいろと用は済ませてきました。とこれからはもう一回買いたいものは買えて、いろいろ銀行にも行けてっていう感じだったので、とりあえず家に戻ってからはちょっと部屋が多分散らかってるので、お片付けをしたりして行こうと思います。喉がすごい渇いたのでソイラテを買いました。うん、美味しいです。はい、ではまた帰ります。スポーツウェアが安くなってたので買ってきました。はい、全部2000円ぐらいで買ったので、とりあえず値札を切っていこうと思います。と雑誌を買いました。ディゼルのやつ、表紙がこの白とピンクのですごい可愛いですね。また物欲が広がりそうです。今からお散歩に行ってきます。行ってきます。ほら、まりちゃん見て、カメラかわいい。今からちょっとお散歩に先に行ってきたいと思います。バイバイ。わかったわかった。とりあえず今からは、編集をやろうと思います。はい、ということで、買い物から帰ってきて、でお片付けしたり、自分の愛犬のお散歩をしたり、そして編集をやっていたら、もうあっという間に時間も経ってしまい、だいぶ、外も真っ暗になりました。でもう遅いので、お風呂に入ろうかなと思うんですけども、その前に最初にも言った通り、お肌の状態をですね見ていこうかなと思います。ちょっとアップにしますね。今日荷物をね持っていく時にもそうなんですけど、特にお直しのものとか持って行ってないんですね。でリップだけしか今日はお直しはしてません。でもリップももうね別に家なので取れちゃってるんですけども、化粧崩れがですね、こう見ていただいたらわかるかと思うんですけど、思ったよりしていないんですよ。ほらチークとかもねこう残ってるし、アイシャドウとかも別にこの辺とかよれてないし、いや今日本当に天気すっごいよくって、もう暑くって、車の中とかもクーラーとかね私つけてたくらいなんですけどもね、ほんのり多分汗とかもかいてるはずなのにこの感じですね。うん、でやっぱり暑い日とかほんのりねこう汗をかいちゃったりとかする時って、私一番よれるのってこの眉尻なんですよ。わかります？ここがねどうしても元がこの長さじゃないので、この部分がねよれちゃうことあるんですけど、なんか今日全然お直しとかしてないんですけど、
それも、まあ、若干っていうぐらいで、なんか別に問題なさそうですね。あとね、テカリがね、本当に抑えられているというか、程よくね、自然なツヤになる程度で、私自身、ツヤ肌とか、このくらいのツヤ程度とかは、全然好きな感じなので、それもいい感じですね。うん。いい感じにツヤが出てる。で、私、さっきも言ったんですけど、普段、ファンデーションとかをせずに、過ごしていて気になる小鼻周りだったりとか、あとこう、まあ、吹き出物とかがねできた時にそれをコンシーラーでカバーしたりっていう感じなんですけども、やっぱりどうしても長時間過ごしているとちょっとカサカサっとしてきたりとかよれてきちゃったりっていうことがあるんですけども、でもね今回それもねほとんど感じていなくってですね、すごい驚いてますね。いやーこれは本当にいいですね。うん。うん。ほら、この辺とかも、全然、入り込んだりとかしてない感じが。すごいこれ。はい、ということで、今回は私のとある一日をご紹介しつつ、こちらのアベンのクリナンスエクスペールエマルジョンを実際に使ってみました。こちらの乳液をお化粧前にスキンケアとして使うだけで化粧崩れをしにくくしてくれて、皮脂やテカリを抑えてくれるっていうのは本当にいいなって思いました。こちらの詳しい内容等は概要欄に記載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ではもう遅いので、お風呂に入って寝ようかなと思います。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。では皆さん、おやすみなさい。バイバイ。